はい、今回の動画は今日の日付を素早く入力をするちょっとしたテククニックをご紹介したいと思いますで今日の日の付をを、ね、入力をしたいと言った時にもちろん、ね、自分で、ね、2020何年みたいな形で入力をしていってもいいんですけども実はですねマイクロソフト IME の場合にですね今日の日付とかであればもうちょっとね素早く入力をすることができます。 それではね早速やってみたいと思うんですけども今日の日付を入力をしたい場合は日付を入力をするんではなくてですね「まあ、今日」という形で入力をしてください。 はい、そうするとねこういった形でですねこの下にですね変換候補が表示されますんで、まあ、ここで下の矢印キーを押すかもしくはタブキーですね、まあ、こちらをです、ね、押していって、まあ、今回で言うとこの日付のところですねこの日付の候補としてはね今こちらでね表示されているこのね主に3つが表示されると思いますんでこの中から変換したいですね日付のところにタブキーか矢印キーを押してですね持っていってもらってエンターキーを押すことによって、まあ、自分でね今回で言うと2023年1月30日と打つよりはですね素早く今日の日付が入力です。 できると思います ただ一点気をつけてほしいのはですね通常ね漢字の変換をするときというのは例えばね今日というふうに入力をしてスペースキーをね押すという方がねほとんどだと思うんですけどもここでですねスペースキーをねまず押してしまうとこういった形でですね頻繁に使う漢字に一度変換されてしまってでこの後、ね、スペースキーを押してもですねこの変換候補の中にこの日付がですね出てきづらくなってしまいますのでこの今日と入力をしてですね日付に変換したい場合はです、ね、今日と入力をしてスペースキーを押さずにですね矢印キーか、まあもしくは タブキーを押してこの変換候補の日付のところに持っていくという風にねするようにしてくださいであとこれはね今日の日付だけではなくてですねじゃあ例えば昨日という風にね入力をしてもこのね昨日の日付が変換候補に出てきますしあとね明日もそうですね明日と入力をすると明日のね日付が変換候補に出てきますんでこちらのね入力方法も合わせて使ってもらえると便利だと思いますそれでは今回の動画は以上になります 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。